人間と市民の権利の宣言。人間と市民の権利の宣言。人間と市民の権利の宣言は、人間の自由と平等、人民主権、言論の自由、三権分立、所有権の申請など17条からなる、フランス革命の基本原則を記したのである。単に人権宣言とも呼ばれ、通常は、世界人権宣言などの他の人権宣言と区別するために、 フランス人権宣言と呼ばれる。憲法制定への第一段階として、1789年8月26日に憲法制定国民議会によって採択された。ラファイエットによって宣言が寄贈された当時、宣言は絶対王政から立憲君主制への移行の一部、つまり憲法制定の前段階として意図されていた。 1789年の理念を体現するもので、1791年憲法の基調となった。しかしすぐにフランスは共和制になり、憲法も変わったので、この文書は二度も全面的な修正を受けた。基本精神は残しつつも、1789年の人権宣言が法体系の中に組み込まれていた時期は短い。宣言で述べられた諸原理は、 個人主義やロックの抵抗権の考え方、ルソーによって理論化された社会契約、モンテスキューによって支持された権力分立といった啓蒙時代の哲学的、政治学的諸原理に由来する。宣言はジョージ・メイソンによって進められ、1776年6月12日に採択されたバージニア権利商店や1776年7月の アメリカ独立宣言にもまた基づいている。諸原理のこの原名は、かつて起こったよりも、非常に過激な社会の再秩序化、で、オーダリング・オブ・ソサイティの革新を含んでいる。バスティーユ襲撃から6週間、そして、封建制廃止から3週間後、宣言は、国民主権と機械均等の協議を押し出た。すなわち、これは、君主制の政治的理論が、 王権侵受説であった善革命的状況と対象をなしている。重ねて、これは三部会、上級聖職者、貴族、そして第三身分として知られる残余の人々、善二者が特権を持つにおける社会の善革命的区分と交代賞をなしている。特に、貴族や他の特権階級に生まれ、そのために特別な権利を享受する。 あるいは剥奪されるという人民の理念と矛盾をなす。すべての市民は自由、所有、安全、圧政への抵抗の権利を付与されている。宣言は各人の自然権の行使は社会の他の構成員にこれらの同一の権利の享受を保障するという限界だけしか持ちないという事実に法の必要が由来することを論じている。したがって宣言は法を 一般意思の表明としてみ、権利のこの平等性を促進することと、社会に対して害のある行為だけを禁止すると意図していた。そして、宣言はまた、先行するアメリカ合衆国憲法や同年に提案された権利焦点に類似のいくつかの条項を提出していた。合衆国憲法のように、宣言は共同の防衛に備える必要についての議論と、課税に、 捨てのいくつかの広範な原理を述べている。宣言はまた、いかに公益信託を果たしたかに関する、公的行為者からの説明への公的権利を明示している。合衆国権利上点のように、宣言は、刑法の、地獄的なエクスポストファクト適用に備え、無罪の推定、言論と出版の自由、宗教上の意見の表明は法によって設立された。 公的秩序を乱さない公を規定された心境の自由の少し弱い保障といった原理を打ち出している。宣言は収容権に反対して所有権を主張している。すなわち。ただし、この宣言において人権が保障されていたのは市民権を持つ白人の男性のみである。本命イコール、人イコール、男性、シートワインイコール、男性市民。これは、 当時の女性や奴隷、有色人種を完全な人間としてみなさないという観念に基づくものである。この宣言で権利を持つ人を女性を含む内容に書き換えた、冊子、助権宣言を配布したオランプド・グージュという女性は、革命政府により、公助領族に反するなどという理由で逮捕され、応答派の権利で処刑された。フランス第五共和政権法 1958年10月4日に採択の全文によれば、宣言に述べられた諸原理は立憲的価値を持っている。多くの法律や規則は、それらが憲法院や国務院によって解釈されるようなそれらの原理に従っていなかったため取り消された。1789年の宣言における多くの原理は、現根でも広範囲に及ぶ眼築を持つ。 市民間での不要な差を設けるように見える課税の立法や実施は反立憲的として取り消される。また、民族的な根拠での積極的差別是正措置の提案は、その内容が実施された場合、生まれによってより多くの権利を享受する人々の民族的範疇を設けることになために、平等の原理を侵害するとして却下される。2003年、ユネスコは、 世界の記憶2789年の宣言の文章を登録した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。